そしたら、始めます。私、後藤と言います。バイオルビーの今、メンテナンスをしていますので、今日はバイオルビーのパッケージングについて話をしたいと思います。で、バイオルビーに行く前に、ですね、コンピューター言語とバイオインフォマティクスということで、最初に言語があって、パールとか言語があって、それにバイオってつけて、バイオインフォマティクスのツール集といいますか、ライブラリーを作ったのは、多分パールが最初だと思います。で、Python、Java とか、Ruby もそれにあやかって、バイオルビーとつけているわけですが、もちろん他にもものすごいたくさんありまして、いろんな言語で、これまでいろんな人が、作ってきてます。ここには一部は載っていますけど、載っていないものでも、バイオなんちゃらって思いつく限りの言語でやってみたら、いろいろ出てくるんじゃないかと思います。大半、一部は残念ながらもう更新されていないのもありますし、細々と続いているものもあります。Ruby もどっちかといえば細々の方になるんかなという気もしますけど、なんとか続いています。で、さて、バイオルビーというのは、ルビーで書かれた生物情報科学、バイオインフォマティクス用ライブラリとツール集になります。これ、ソフトとかに詳しくない人用のに作ったスライドなので、ライブラリの説明とかも書いていますけど、最新バージョンとしては、去年の11月に、ですね、ルビーが新しくなって、それで大課題ということだったので、慌てて対応してリリースしたような感じになります。ホームページはこちらになります。そして、まず Ruby について言いますと、Ruby が、日本発で世界に広まったソフトウェアの、そういうのも何個かあると思うんですけど、そのうちの大きな一つになります。1995年に最初のバージョンが出て、その後、世界に主にウェブ開発に使われて、現在広く使われています。最初は日本発なんですけど、今は国際的な開発体制になって、世界中の人が開発に参加しています。私も、Ruby 本体の、開発にも参加していて、コミット権限も実は持っています。で、フリーソフトでして、こちらのホームページから。で、最新バージョンは3.1.0で、ついこの間、12月25日のクリスマスにリリースされたばかりです。Ruby は最新の、2つ目の数字が変わるのが、このそうですね、3.1.0の、2つ目の数字が変わるのが、クリスマスにリリースするというのが、年1回リリースするというのが恒例になってまして、去年も今年も、ここ何年間、10年近くはそれが守られています。で、この Ruby が流行った、世界に流行った原因の一つが、この大きな一つが Ruby on Rails になります。この Ruby on Rails が Web アプリケーション開発用フレームワークでして、この Don't Repeat Yourself という、同じことを繰り返さないというのと、Convention Over Configuration という設定よりも規約ということで、このシンプルな原則で少ないコード量で、簡単に開発ができるというのを、実証した、フレームワークであります。こちら2004年に開発されたもので、その今でももちろん最新バージョン、最新は Rails 7.0.1というのがこの間出たばっかりだと思います。こちらが全世界に非常によく流行って、Ruby も世界中に広まっています。それは置いときまして、最近の Ruby の動向として、メジャーバージョンアップとして Ruby 2.7の次が3.0だったんですけど、こちらが速度の向上ですね、実行速度の向上で、従来 Ruby は遅い遅いと言われていたので、Ruby 3では Ruby 2の3倍速くしようという、目標を立てて、いろんなパフォーマンス改善を行った結果、実際にベンチマークで3倍速を達成することができています。それには実行時コンパイラー、MJIT と呼ばれていますけど、それなどさまざまなパフォーマンス改善が含まれています。あとは従来、ですね、
同時に実行可能な、Ruby で書いたコードっていうのは一つだけだったんです。インタープリータの内部では、ですね、並列動作してたんですけど、実際、ユーザーの書いた Ruby コードというのは、同時実行は実は一つだけしかできてなかったんですけど、このラクターという新機能によって、並列、本当に Ruby のコードの並列実行も可能になりました。ただ、もちろん、ですね、データのスレッド間の、並列実行間の共有には制限があったりします。まあ、そういった感じの、並列実行支援機能が追加されたり、あと、静的型解析とかですね、それによって、パフォーマンスの向上とか、ですね、バグの減少とかになるというものですね。あとは IRB という、対話型の実行環境の高速化とか、などの改善がありました。これが2020年の12月にリリースしたものですね。で、次に、ついこの間の年末に出たものは、まあ、ここの真ん中の数字が変わっただけなので、そこまで大きい変化ではなかったですが、地味に新しい JIT コンパイラーが導入されて、いわゆる我々が一番よく使っているであろう、AMD64X8664 のみですけど、非常に早い JIT コンパイラーが、まだ実験的ではありますが導入されました。あとは、デバッグが新しくなったり、エラーの位置表示が親切になって、従来、よくエラーメッセージが出て、実際どこで、特に一行にいろんな命令を書き込んでいるときに、どこの命令で実際にエラーが出たんだっていうのがわからないときも多かったんですけど、このエラーハイライトっていうので、だいぶそれが改善されました。また、この、ですね、対話型の IIRB でオートコンプリートをしたりとか、ドキュメントを表示したりとかすることができたりするようになりました。まあ、こういった詳しいことは、この、ですね、ニュース、Ruby のホームページのニュースに載っています。で、BioRuby に戻りまして、BioRuby はライブラリーでして、基本的には各いろんな機能の寄せ集めということになりますので、ですね、はい。ただ、その中でも、まあ、いろんな分類をすることができまして、まあ、基本的なデータ構造って一番、直接的には、まあ、これを目的に最初に書かれたものとしては、塩基配列やアミノ酸配列といった、配列データですね。あとは、そのフィーチャーといって、遺伝子のアノテーションとかの情報とか、配列の位置を示したり、アライメントといった配列関係の機能が、中心になりますが、他に、ですね、パスウェイですね、とか、文献データや系統樹なども扱えます。そして、ジェンバンクやエンブル、ユニプロット、ケークのいろんなデータですね、全部ではないですけど、はい、など、あと PDB なども読み込みますし、通常のファスター形式やファスト Q 形式にも対応しています。GFF などにも対応しています。はい。あと、外部ツール対応として、ブラストやファスターなど、あとブラッドなどにも対応しています。そして、ファイルから読み込んだり、NCBI や EBI などのウェブ統合など、WS などのウェブサービスを使ったり、各、まあ、分子量とかを、計算したり、まあ、SIRNA をデザインしたりとした、ちょっとした解析機能もついたりしています。まあ、こういった機能を組み合わせて、自分で独自のプログラムなりを作るということが、容易にできるという、それを、支援するためのライブラリになります。まあ、具体的に、例えば、非常に、まあ、一画面に収まるような、プログラムを無理やり作ったので、あんまり大したことができないですけど、まあ、これだと、ファイルから、ファイルまたは、まあ、標準入力から DNA 配列を読み込んで、それをファスター形式で画面出力すると。まあ、画面出力したら、リダイレクトすることができるので、ファイルにももちろん出力できます。というものでして、まあ、まず、RequireRubyGems という、まあ、これは実は最近の Ruby バージョンではなくてもいいんですけど、まあ、とりあえず入れています。
で、このバイオの、バージョン1.5以上を使うという指定をしています。そして、リクワイアバイオで、このバイオルビーの機能を呼び込むということになってまして、その後で、まあ、いろんな、ですね、ファイルをオープンして、バイオ用のファイルのオープンですね。このフラットファイルオープンだと、ですね、データ形式は自動判別してくれますので、あまり細かい指定をしなくても、とりあえず読み込んでくれるというのが、バイオルビーのいいとこの一つです。で、こうやってエントリーを読み込んで、なんか、ですね、塩基配列を抽出して、トランスレイトして、それを、まあ、出力用にデータを整えてっていうのを、この each というのをループで繰り返していますね。まあ、他の例として、まあ、ファスト Q を読み込みですけど、さすがに NGS の膨大なデータを while loop で直接、の解析っていうのは、私も実はあんまりやってないですけど、こういう ID の変換とかそういった、他のツールではかゆいところに手が届かないような処理には非常に、よく、使っています。まあ、これ、デフィニッションのところを、正規表現で無理やり置換してたりしますね。といったようないろんな、プログラムを、自分で、組むというのが基本になります。で、バイオルビーの、まあ、インストール方法ですけど、まあ、Ruby は、もちろんインストールしてください。まあ、システムに最初からインストールされている場合もありますけど、そういうのはバージョンが古い場合があって、できればその Ruby 2.6.9以降を推奨になっています。そして、バイオルビーは、Ruby Gems というのが、使ってインストールするんですけど、この Ruby Gems は、Ruby 1.9以降だと、標準でついてますので、特に、Ruby Gems を追加でインストールとか不要で、Gem コマンドというのを使って、Gem インストールバイオですね。バイオルビーって言ってますけど、ですね、Gem の、ですね、パッケージ名は、バイオになっていますので、そこのところだけ、ご注意ください。まあ、あとはオプションで、リードミーなどを見て、追加のパッケージが必要ならインストールをしてください。100%依存しているパッケージは、同時にインストールされますけど、依存というほどではないけど、あったら便利みたいなパッケージはインストール、は自動ではされないので、必要ならインストールしてください。で、このバイオルビーですけど、ですね、まあ、長年の蓄積で非常に大きくなってまして、最新バージョンでは、ライブラリのファイルだけで200個ぐらいあります。テストが、まだカバレッジが、高くないものもありますので、テストはちょっと少なくて、ですね、まあ、サンプルコードとかも、60ファイルもあって、まあ、行数で言うと3万行ぐらいとかになります。まあ、機能の単位ですね、クラスやモジュールを、やメソッドの数は数えると、まあ、500個クラスとかで、3000弱のメソッドがあるということになります。まあ、これだけ大きくて、もちろん私一人だけでは全然とても、できなくて、いろんな、開発者の方が、関与していただいています。まあ、片山さんが一番最初に、バイオルビーを始めた、メンバーの一人です。私は後から加わってます。まあ、他にもいろんな、日本だけに限らず、世界の方に、加わってもらっています。加わってもらうことができましたという呼ぶべきですかね。はい、GitHub で現在では開発しています。その GitHub に移る以前は、Open Bio Informatics Foundation が提供している CVS とかで開発していました。まあ、年表にするとこんな感じで、2000年の11月に、最初のプロジェクトが開発して、開始されて、まあ、この時、京都の方で、
パールルビーカンファレンスとかいうのが確か、開催されてて、そこで、宣言した片山さんとか、当時、京大科研の方々が、開始を宣言したということでした。はい、まあ、その後、最初のバージョンが出て、この頃ですかね、ワイルビー0.3が出る前か後ぐらいに私は、加わった記憶があります。まあ、その後、IPA の微糖プロジェクトというのに採択されて、これで開発が非常に多く進んで、1.0を出しました。まあ、その後、えー、あら、えーっと、その後、バイオインフォマティクスに論文を掲載したり、さらにですね、このように、非常に、大きくなってきたので、プラグイン化を開始したりしています。まあ、そのシステム自体を論文にしたりもしています。まあ、その後、まあ、順調に、新バージョンを何とか出し続けているという状況です。まあ、ハッカソンとかも、ですね、初期の頃、片山さんが南アフリカの方まで行ったりして、ました。まあ、この2006年は私と片山さんで行きました。その後は、片山さんは、バッカソンを開催する側に回って、開催してもらっていて、毎年のように開催していてもらっていて、非常に助かっています。まあ、2015以降もちろん、できるだけ参加するようにしています。で、バイオルビー2.0以降ですけど、まあ、2.0を出したのが、2019年ですけど、まあ、その以降はあまり、ですね、大規模な修正とかはしなくて、Ruby 自身の変換による、非互換の変更への対応とかが主になります。まあ、これは、先ほど申し上げた通り、BioGEM という、RubyGEM パッケージですね、を開始していて、まあ、要は、原則として、ワイルビー本体には新機能は追加しないで、別パッケージで行うという方針になっているからです。まあ、そうすることで、メンテナンスとかは各自が行ってという形になります。まあ、もちろん、既存機能の増強とか、あるいは本体に追加すべき基本的な機能と判断された場合などは例外になっています。さて、まあ、今まで、断りなしに出してきましたけど、Ruby Gems というのが、ですね、Ruby のパッケージシステムになってまして、Ruby 標準のパッケージシステム、管理システムですね。こちらが Ruby Gems が標準になる前は、別のパッケージシステムも実はあったらしいんで、主に2つぐらいで競っていたそうですけど、まあ、Rails とかが Ruby Gems を採用したので、それで勝敗が決したような感じだったような記憶があります。まあ、こちら、ですね、2004年頃に最初のバージョンがリリースされて、ですね、まあ、2007年の年末の Ruby 1.9以降では Ruby に標準添付されています。こちら、GEM というコマンドで、管理操作を行いまして、GEM インストールパッケージ名ですね。先ほど出した通り、GEM インストールバイオで、バイオルビーがインストールできますし、ここにパッケージ名の代わりにファイル名を指定して、ローカルファイルをインストールできたりもした、できたと思います。あと、バージョンの指定とかも可能です。まあ、あと、GEM リストとかで、パッケージ一覧を出したり、あと、アンインストールも GEM アンインストールでパッケージ名でできたりします。で、あとは Ruby スクリプト内で自分の作ったプログラム内で、バイオはどうしても2.0以上のバージョンを使いたいということだったら、こうやって指定すると、指定したバージョンを使ってくれるようになったりします。そしてこの BioGEM というのが、BioGEM.info という、Gems.info というのが、ですね、サイトがありまして、ここがあって、人気100以上のパッケージ内のリンク集になっています。ただ、ちょっと、2019年頃を最後に、ちょっと更新が停滞している状況で、まあ、ちょっと、なんとかしたいとは思っています。私自身がちょっと管理していないページなので、管理している人に連絡を取ったりして、なんとかしたいとは思っています。さて、Ruby のパッケージ作成の概要についてなんですけど、
Ruby のパッケージは、ジェムスペックというファイル、テキストファイルに、を準備して、そこにメタで情報を書き込むというような感じになります。こちら、もちろんゼロから手書きをしても良いんですけど、バンドラーという、ユーティリティのバンドルジェムコマンドで、ひな型を作成可能ですので、それを使うのがおすすめです。そして、このバンドラーの機能で、レイクビルドという、コマンドですね。あるいはジェム、このレイクビルドも内部ではジェムをコマンドを呼んでるだけなんですけど、ですね、このジェムビルドというので、ジェムスクリプトを使って、なんとかジェムっていうのがファイルができます。ので、それを、ですね、レイクリリースあるいはジェムプッシュなんちゃらジェムってやったら、ですね、rubygems.org のレポジトリにパッケージをプッシュすることができます。もちろん、アカウント作成とかは必要ですけど、アカウント持ってない場合は、プッシュ時に新規、情報を、名前とかメールアドレスとか入れたら、新規作成可能だったような気がします。このように非常に、気軽にパッケージをプッシュできるというのが、この RubyGems の特徴です。で、このバンドラーというのが、この RubyGems がパッケージ管理システムで、パッケージの作成インストールや管理ですね、ができるというもので、依存関係の解決とかもできますし、そもそも、同じパッケージの複合で、例えば BioRuby の1.5と2.0、両方同じ環境にインストールするということも可能になっています。この複数バージョン共存というのができるというのが、この RubyGems の大きい特徴の一つかと思います。ただそれだけでは足りなくて、バンドラーというのが、導入されています。このバンドラーというのが、ジェムファイルという、ファイルに使用したいパッケージを列挙して、パッケージやバージョンの制約を列挙しておいて、それでバンドリーインストールしてしたら、それが一括インストールされるというのが、第一の使い方になるかと思います。その際に、ジェムファイルロックというファイルが自動作成されて、そこに実際にどんなバージョンをインストールしたかっていうのが記録されます。そうすることで、万一、別の環境にそれを持っていったときに、完全に同じバージョンのパッケージがインストールされているということで、再現性を確保できるということになります。そして、バンドルアップ、ただそれだとバージョンが固定されてしまうので、新バージョンが出てもいつまでもアップデートできないということになりますので、バンドルアップデートをすると、この依存、ここにジェムファイルに書いたパッケージの依存関係とかを壊さない範囲内で最新版にアップデートをしてくれます。その依存関係を壊さないので、あるパッケージはバージョン、低いバージョンで限定したいが、別のパッケージはできるだけ最新みたいな、複雑な状況にも対応可能になっています。逆にそういうのをするために、バンドラと RubyGems が2つ、必要になったということになります。このバンドラですけど、さらにバンドラエグゼクコマンドというので、このジェムファイルに記載したパッケージの記載バージョンが使える状態で、外部のコマンドを機能してくれるという、主に Ruby、あるいは Ruby を使った、コマンドになりますので、例えば、bundle-exec-ruby とか、なんちゃら .rb とか、bundle-exec-lake-test とか、そういった感じになります。他にも、ですね、bundle-init で Gem ファイルのテンプレートを作成してくれたり、先ほど、ですね、バンドルジェムというのでパッケージのテンプレートを作成してくれたりします。そしてもう一つ、パッケージ作成に、Ruby のパッケージ作成に、絶対使うであろうツールとして、レイクというのがあります。こちらも少なくともバージョン、2.0ぐらい以降の Ruby には最初からついています。こちらは Ruby で書くソフトウェアの用のビルド支援ツールでして、ですけど、実態は
ワークフロー管理ツールになります。先ほどもワークフローの話題ありましたけど、そういう、ですね、依存関係があるタスクを、順番ありに実行してくれるようなツールでして、ただ、並列実行は、このレイク機にはなくて、ですね、PW レイクという別ソフトを使う必要はあります。こちらの、ですね、地味な特徴としては、Ruby で書かれているので、Windows などで、例えば Make コマンドがないというような環境でも、Ruby をインストールさえすれば使用可能です。こちら、ですね、Lake というのは Make の Ruby 版というのがコマンド名の由来と、思われますけど、作者に確認したわけではないです。ただ、レイクファイルというのを、にタスクを、ルールを書くんですけど、そのファイルの文法は、メイクファイルとは完全に全く異なります。こちら、Ruby インタープリンターの機能をフルに活用した、ドメインスペシフィックランゲージという、ものによって記載する必要があります。逆に言うと Ruby が解釈するので、Ruby コードを書き込むこともできて、そうすると複雑なコードも実装可能になります。ただ、そうすると、ワークフロー管理ツールとしての、ワークフローの分かりやすさとかが、複雑な Ruby コードを書いたら、失われるかもしれないんですけど、できないよりは、できた方がいいということで、そうなっているようです。さらに、Ruby Gems パッケージ開発用の、いろんな便利機能も、搭載していたり、あるいは、他の Gem とかなどの、機能と連携するようになっています。あともう一つ、ですね、ソフトと同様に重要なドキュメント作成ツールも RDoC というのも、ですね、少なくとも、Ruby バージョン2ぐらい以降では標準でついていまして、ですね、この RDoC というのが、Ruby ソースコードに、コメント行として、ドキュメントを埋め込んでいておけば、それを抽出して HTML などに変換して、リファレンスマニュアルなどのドキュメントを作ってくれるというツールになります。この RDoC というのが、Ruby の独自の形式なんですけど、Ruby ソースコードに、できるだけ少ない手間で、埋め込んだら、ドキュメントにしてくれるというような、形式になっています。こちら、マークダウンなどにも、現在では対応しています。そして、ですね、この RDoC というのは RDoC というコマンドもあるんですけど、実際には通常は RubyGems が内部で呼び出してくれて直接操作することはあんまりないと思います。あとは Lake から2タスクを記述するということも、この行を入れとけばできるようになります。この Gem スペックというのが実 byRuby に実際使っているものを、ですね、お見せすると、こんな感じになりまして、文字が見えていればいいんですけど、最初にパッケージの名前とバージョンとか、作者、メールアドレス、ホームページ、ライセンスとか、あとは一行のサマリーと、もう少しだけ長い、一文ぐらいのサマリー、デスクリプションですね、とか、あとは、プラットフォームや、パッケージに含めるファイルですね、の一覧などですが、ファイルの一覧、BYRuby の場合、歴史的経緯があって、ですね、GitLS ファイルズとかしたやつを、ですね、の、ERB というテンプレートエンジンで、この Gem ステップを、自動生成してるんです。たりするんですけど、そこら辺の経緯は、ですね、歴史的経緯にしか過ぎないので、ちょっと割愛します。こうやって、こういうメタデータから、で、あと、典型的ディレクトリ構造を示しますけど、こういった感じで、ディレクトリ構造に、ファイルを、このリスラリブ、この、ですね、パッケージディレクトリの中のリブ以下に、
まあ、バージョン RB とか、なんちゃら RB とかを置いておけば、置いておくというのが、まあ、慣習になっていて、100%絶対そうでないとダメかって言われると、自信がないんですけど、通常はそうしています。あと、実行ファイルとかも、インストールされる実行ファイルは最近はエグゼってところに置くようになっていますが、まあ、この昔はこの bin と区別がなんかありませんでしたので、ですね、バイルビーでは、bin を使っていったりしました。まあ、こういう感じで、ファイルを、自分の作ったソフトのファイルを適切なフォルダーに、ディレクトリに置いて、まあ、ジェムスリップを書いて、ジェムをサクス、あの、ジェムコマンドなり、レイクのタスクなりで、作れば、パッケージングができるということになります。まあ、バイオルビーの場合、ですね、もうファイル数が多いので一部のみですけど、まあ、こちらが、リードミーも、RDoc という Ruby 独自の形式で作ってます。今の、ですね、RDoc コマンドは、マークダウンも処理できるんですけど、昔は RDoc 形式専用だったので、ですね、RDoc のままにしています。あと、bin というのは、ですね、後で述べますけど、まあ、別パッケージに分離しちゃったので今はないです。まあ、他にもいろんなものが、リブ以下に、まあ、BioRB というのがあって、Bio 以下をリクワイアとかするコードになってます。あとはバージョンとか、あと実際のいろんな、ですね、ライブラリに書くファイルがあったり、テストやサンプルが置かれていたりします。まあ、これで、ですね、まあ、バイオルビーの実際のリリース手順を、ついてなので、あまり一般的ではないかもしれないですけど、ので、お示しすると、まあ、まず第一には何事にも、最初にしないといけないのは、テストなどが通って実際に動作するということは確認する必要があります。あとは動的に生成している、なんかジェムステップとかチェンジログとか、ですね、チュートリアルとかのファイルを、最新に更新して、ですね、tar.gz を作成して、ジェムをビルドして、ジェムは、rubygems.org にプッシュして、あと、ホームページに更新して、まあ、このファイルを、こいつら、できた tar とか gem を置いたり、まあ、HTML 編集したり、RDoc を投入したりして、というので、リリースができています。まあ、昔はもっと手動のでやるとこが多くて、神経を使ったんですけど、だいぶ、このレイクとかの仕組みを使って、まあ、年に何回かしかやらないなら、まあ、なんとか我慢できるか程度には自動化することができました。で、ところで、ですね、バイルビーは、2001年6月に最初のバージョンをリリースしてますけど、まあ、Ruby Gems は2004年3月に登場しています。つまり、ですね、バイルビーの方が、歴史は古いです。じゃあ、Ruby Gems といった、そういったしっかりしたパッケージングシステムが登場する前のバイルビーがどうしてたかって言いますと、tar.gz のみで、リリースをしていました。まあ、現在もソースコードを配布目的として、tar.gz での配布は、継続しています。そして、当時はインストール自体は、ですね、もちろん手作業でファイルコピーしてもいいんですけど、そのインストールするプログラムとして、setup.rb というのがありまして、これは、もともとは、青木さんという方が、作成したもので、それが広く使われているんですけど、まあ、これをで、Ruby setup.rb とかやったらインストールされるというのが、当時のインストールの仕方でした。で、siteRuby というのは、これは、このディレクトリ自体は現在でもあるんですけど、Ruby の中に、こういった、ユーザーのプログラムをインストールできますよというディレクトリがありまして、そこにインストールされます。インストール先をもちろん変えることはできますけど、そうすると、Ruby にロードスルーパスとかを、教えてあげる必要は当然あります。で、ただ、インストールはできるんです。このセットアップはできるんですけど、
アンインストールは、基本的には手動で行う必要がありました。新バージョンが出たら上書きインストールはもちろん可能なんですけど、そうすると不要なファイルが残ったりする可能性がありますので要注意というような、そういった、今から思うと原始的な、世界でした。まあ、この、そして、GitHub とか、はもちろん、ですね、RubyGems.org とかも登場前からずっとやってましたので、ですね、まあ、当時は、ですね、Ruby アプリケーションアーカイブという Ruby 公式のパッケージレポジトリがありまして、ですね、そこにもう登録していました。アップロードとかしてましたし、あと RubyForge という、これ名前の通りソースフォージ風の開発コミュニティサイトでして、ですね、こちらにも、でも Gem のホスティングとかをしていました。ので、そちらにも、アップロードとかしてました。ここら辺は2010年に RubyGems.org に移行して、まあ、その後、2013年頃に完全終了したということです。こちらもまあ2013年頃に終了しています。まあ、ここら辺、webarchive.org から、発掘できて、まあ、当時こんなんだったなと、ちょっと懐かしかったので、出してます。まあ、こんな感じで、ですね、やってました。こちら、RubyForge の方ですね。まあ、今見ても、ソースフォージ風な感じがわかるかと思うんですけど、こんな感じになってました。まあ、そして、まあ、先ほど出したのと同じスライドですけど、MyRuby が非常に何万行もあって、何百ファイルもあって、非常に、ですね、メンテナンスとかが、しにくくなってきているというのが、まあ、ここずっと、もう2010年ぐらいから気がついてまして、ですね、それで、新しい機能は、Ruby、BioRuby 本体には追加しないで、新機能は別パッケージで行って、どんどんパッケージを増やしていくような方針ですね。で、さらに、BioRuby 本体の方も、メンテナンスが、しにくい部分とか、別に分かれていった方が都合がいいという部分は、どんどん切り離していっていくというのを今行っている最中でして、BioRuby 1.5から2.0のバージョンアップ時には、5つぐらい、パッケージを分離しています。まあ、今後もそれを継続していて、どんどん、BioRuby を、ですね、分解していくような予定にしています。まあ、そうしないとなかなかメンテナンスとかが回らないということになります。そうですね、具体的にはこちらのような、優先して分離したのは、外部のモジュールに依存するような部分でして、SQL とかは、これは確か、Rails のアクティブ、何だったかな、はい、そこら辺の、Rails とかの機能に依存していた部分があったと思います。あとはファイル XML とかは、ですね、XML 関係の、外部のモジュールに依存していたので分離されています。あとは、ブラストパーサーの、ですね、XML パーサー利用部分とかも、分離されています。他に、ライブラリーではなくて、BioRuby 自身で直接実行するようなファイルを付けていた時期もあったんですけど、そういったものは、別のパッケージに分離して、BioRuby 本体は純粋なライブラリーと、まあ、せいぜいドキュメントサンプルコードだけになっています。あと、BioRuby シェルという、ですね、インタラクティブな実行環境も分離しています。まあ、今後、ですね、サンプルやドキュメントの充実というのは、まあ、常にどんなプロジェクトでも、考えていることだと思いますけど、まあ、それは当然必要ですし、
他にも、Ruby で、データサイエンス関連のプロジェクトというのは複数ありますので、そういったのところと、交流して、いろんな、最新の、機能を、使ったり、ですね、活用したりしたいと考えています。まあ、あと、Ruby にとどまらず、こういった Apache Arrow といったようなもので、他の言語とのデータのやり取りとか、まあ、PyCall という Python を呼び出すものもありますし、まあ、R は、十数年前から、複数、呼び出すような仕組みはありました。そういったものを使って、いろいろ、ですね、やっていきたいと思っています。これで、用意したスライドは終わりです。ありがとうございました。バイオ、あ、えっと、バ、バイオパ、パッケージをなんか作りたいってなった場合、バイオコンダクターみたいに、第三者が自由にそこに登録できるっていう方針を立ててるものもあれば、バイオ言語みたいになんか、コアメンバーだけがなんかコミット権限持ってて、一つのものをなんかみんなで少しずつ大きくしていくみたいなスタイルのなんか二つあると思うんですけど、Ruby で何かバイオのツールを作りたいってなった場合は、まあ、今後はもう全部バイオジェムみたいなところに登録するってことですかね。各自が、好きに作って、好きなタイミングでリリースするという、形になっています。なるほど。今ってどういうパッケージが登録されてるんですかね。なんか分野としては。そうですね。どういうというのが、いろんな分野ですけど、なんか配列解析とかですかね。データベースへのアクセスとかそういう話ですかね。そうですね。データベースの、ね、アクセスは、MyRuby 本体の方が強いかもしれないので、それ以外だと、例えば、このバイオダイバーシティとか、なんか生物の種名とかをパースするようなライブラリだったと思います。あとは、そうですね。まあ、API 系ですね。UCSPC のアクセスとか、そういう、まあ、これだと NCBI のアントレとかですね。というような。まあ、バイオマートとかもありますが、ちょっと古くて使えるんか不安ですけど、あと、データのパーサーとかそういったもので、基本的には、そういった、どういうジャンルをこちらで検定しているということは特にないので、必要になった人が、必要になったモジュールを書いて、どんどん、リリースしているような状態です。あえて Ruby で書きたいっていう人は結構 Web との親和性みたいなのを考えてるんですかね。そうですね。まあ、ウェブとの親和性を考えている、あるいは、ウェブから、開発から流れてきた人という人もいると思いますし、まあ、特に日本では、Ruby が、割と広く、学校教育とかも含めて、使われているので、まあ、唯一習った言語なのでとか、あるいは、聞ける人が近くにいる言語なのでというような理由で使っている人もいます。この、なんか、バッジが埋め込まれてると思うんですけど、どっかで、テストを実行して、その結果を見せてるんですか？テストというのは、ビルドパッシングとか、なんか、トラビスとかで、なんか、試合をやってるんですかね？
トラビスは、バイオルビーでも使ってますけど、本当にテストしているだけになりますね。このジェム自体はローカルで作ったファイルを rubygems.org に転送しているだけになります。そしてそれは、誰でも、アカウントさえ作れば実行することができます。ですので、たまになんかマルウェアとかを入れたソフトがアップロードされて、問題になったりしていました。その、テストがその手元のマシンで通ったとしても、全く別の環境で通るとは限らないと思うんですけど、それは、トラビスのサーバー上とかで実行して、その結果をさっきのバッジで見てるっていうことですか？トラビスの環境とかで実行するというのは、ですね、やっていますけど、それを、バッチで見たりとかは残念ながらできていないです。じゃあ、さっきのバイオジェムのページのバッジっていうのは、どこのビルドを見てるんですかね？これは、rubygems.org の、ですね、で、どれだ、これで、そうですね、この RubyGemsOS の検索とかで、例えばバイオとかで検索したら、そのバイオっぽいものがいろいろ出てきますので、ですね、このバイオ -なんちゃらっていうパッケージを作ったら、このバイオジェムズに登録しますよ、ような、というようなことを呼びかけてますので、それで、キーワードで検索したりして、あとはダウンロード数とかでランキングをつけて、表にしているだけで、トラビスでとか、そういう複雑な、そこまで複雑なことは、やってない状況ですね。そのパッケージ自体も、この Ruby 本体の仕組みに乗っかっているのにリンクして、ハイパーリンクでリンクしているだけですので、そんな複雑なことは、していないです。どこでそのビルドのテストをしているのかっていうのは。ですね、Ruby Gems の仕組み自体として、ビルドのテストをするという仕組みは、ですね、公式にはないんですね。なんと、ユーザーからアップロードしたのをそのまま信用して掲載するという、ある意味すごいシステムです。なので、たまに、そういうマルウェアとか悪意あるソフトをプッシュして問題になっていたことも何度かあったと思います。最近あった手口としては、そのメジャーなパッケージのちょっと一文字違いとか、誤字脱字が入っているようなパッケージ名で、そういう悪意あるソフトをアップロードしてっていうパターンがあって、それで確かそういうのを、結局、この rubygems.org の管理者が、探して、消しまくっていたような感じだったそうです。で、ビルドは、ですね、ユーザーの元でビルドしたパッケージをアップロードしてもらっているだけで、ビルド、デビアンとかみたいにビルドサーバーを、RubyGems 側で持っているというわけではないんですよね。よくわかりました。ありがとうございます。あと他に質問やコメントをしたい人がいれば、ぜひお願いします。なんか OS の違いで、バイナリー形式がまたいろいろ違うと思うんですけど、それは手元のマシンで、例えば Mac 用、Windows 用、Linux 用とかで、各々コンパイルしたものを、プッシュするっていう方式ですか？
ピュア Ruby な、プログラムの場合は、基本、GEM の形式は一通りなんで問題ないんですが、C 拡張とかを含むようなパッケージだと、その、まさにおっしゃる通りで、自分で、Linux で、ビルドしてしたのをプッシュ、Mac でビルドしたのをプッシュっていうのをしないと、バイナリーパッケージはアップロードできないです。ソースパッケージで、ソース、GEM インストール時にコンパイルをするということであれば、というソースパッケージは、アップロードする、絶対アップロードする必要があるんですけど、はい。バイナリーパッケージが必要であれば、そういうふうに、自分で、各 OS で、作ったのをアップロードする必要があります。最近の Mac の、M1 チップでしたっけ？はい。で、何かトラブルとかっていうのはないですかね？確か、あったような気はしますが、そうですよね。そのバイナリーパッケージはやはり、おそらく問題が出てると思いまして、Ruby 自体が、その M1 のネイティブの方でコンパイルされていると、バイナリーパッケージの方も、それに合わせたものでないといけないので、そうすると、ですね、コンパイラーがないと、インストールできないということになって、はい、それでトラブルはあったと思います。Ruby 自体は X86 の Ruby をインストールしていったら、そのバイナリーパッケージも X86 の方をインストールできるので、まあ、速度さえ気にしなければ、問題は発生しなかったのかなと思います。あと、バイオルビーに関してなんですけど、はい、だいぶ前に、ケックが、商用化されたと思うんですけど、はい、それに関して、で何か気をつけていないといけないこととかありますか？それは今ソフトウェア自体は問題は当然ないんですが、サンプルデータとかの扱いをはどうするかというのは確かに課題になっていて、ケッグ関係者とかにいろいろ聞いてみたんですけど、まあ、いまいち要領を得ないというか、そこまで想定してないような感じでしたので、ですね、まあ、今はその今入っているサンプルデータとかは、まあ、そういう結果が厳しくなる前にダウンロードしたものなので、OK という解釈で、あとは統合 WS とかのウェブサービスでダウンロードした結果のデータは、まあアカデミックの人が使う分には、問題ないということでした。ただ、結局全体をファイル単位で、ファイルで全部一括ダウンロードとかは、ライセンスを持っている人じゃないと今できないようになってますので、まあ、ウェブサービスで一個ずつ、自分の必要な範囲で取る分には、アカデミックの人なら問題ないというふうには、聞いてて、まあ、それには、まあ、バイオルビーも、で、それをデータを処理するには問題ないと、解釈しています。あと、ブラストとかブラッドとかクラスタルWとか、はい、他のなんか外部ツールを実行していると思うんですけど、はい、それは実態としては、バイオルビーの中にそういうツールのコードが入ってるってことですか？これは、外部の、実行ファイルを、読んでいるだけです。つまり、システムなり、popen なり、そういったので、ですね、実行ファイルのパスを指定して読んでいるだけですので、特に、外部ツールのソースコード自体が入っているわけではないです。そのツールの入った、出力のテキストデータを、パースするような、パーサーがあるということになります。あ、わかりました。
他に何か質問やコメントはありますでしょうか。じゃあ、ちょっと最後に、若干生々しい話になってしまうんですけど、はい、なんていうんですかね。なんか、例えば僕とかだと、そのパッケージを作ったとしても、あんまりそれ自体はなかなか論文にしづらいっていうのがあって、はい、どちらかというと、それを使って、でなんかデータ解析して何か生物学的知見が得られたみたいなことでなんか初めてアカデミアでは評価されるっていう感じがあるんですけど、後藤さんの今の職場的にはなんかそういうバイオルビーに関することってなんか評価してくれる感じがありますか？非常に難しい質問ですね。はい。職場からしたらそもそもあまり見えていないと思います。そういう私のこのバイオルビーの活動とかは。じゃあ、まあ、やっているということはまあ理解されていると思うんですけど、はい。それをものすごく高評価かというと、そうでは、そう、まあ、難しいですね。はい。じゃあ、その大学ではもう違うことをやってて、バイオルビーは、その、バイオハッカソンとか行ったときに、なんかみんなでやることみたいな感じですか？まあ、もちろん大学での本部といいますか、まあ、いろんな、まあ、いろんなことに手を出したようなあれですけど、まあ、コンピューターの管理とか、そういったのが、今の、まあ、タスクとしての本務といいますか、まあ、そういうのになってますけど、はい。まあ、そのついでといいますか、まあ、まあ、あとデータ解析とかが、今の、なんといいますか、まあ、今の業務のになりますけど、まあ、それに必要な範囲で作ったり、使ったりしているというような立場になる、といいますか、はい。まあ、バイオルビー自体はその、職場で作ったソフトではないというような扱いにしないと、多分オープンソースとしてのプロジェクトとしては、できにくいところなので、はい、まあ、評価がどうかはちょっと、そうですよね。まあ、私自身がそこまでそのバイオルビーを猛プッシュしている、職場で猛プッシュしているわけではないというのもありますけど、はい、そういうなんか微妙な、距離感といいますか、を、持っているのは確かです。いや、なんか論文だけでなくて、なんかそういうなんか OSS のプロジェクトやってきたみたいなことも。なんかもうちょっとアカデミア全体が評価した方がいいんじゃないかと僕は思っているので、今後なんかなんとかならないかなと思っているんですけど。そうですね。まあもちろん機会があればそういうのに、関与するようにしてて、ですね、最近だとそうですね、まあ、Ruby の方でやっているのでは、ですね、Ruby アソシエーションっていうのがあって、そこでですね、ですね、そこでまあ開発助成金とかをやって今出していて、ですね、それの、ここねの2020年度の開発助成金の、メンターをやったりはしてますね。ただそれも実を言うと大学の業務外の兼業というような扱いになってますけど、まあ、そういうので、細々とではありますけど、まあ
そういうなんか地位向上の、役に立てればいいかなとは思っています。ありがとうございます。あ、じゃあ、結構遅い時間になってきたので、じゃあ、今日のパッカソンは、この辺でお開きにしたいと思います。あ、後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。